はい、皆さんこんにちは。ゲームユーズ、ナイブローカマエルです。はい、皆さんこんにちは、白です。というわけで、はい、SAO コラボ前ではありますけれども、僕はちょっとカマエルが欲しいので、カマエル狙いで30連します。カマエル。で、まあ、星玉もね、SAO の前にそれで溜まればいいかなっていうので、いつも通りちょっと。打診面とかも意外と持ってないですよね。打診持ってない。そう。あとは、アポロとか重なったらいいかなっていうのはね、ちょっとあります。はいはいはい。いや、マジ、ほんとちょっとガネーシャいきなり後悔してるからな。ガネーシャ？うん。あれ、ワクワク。ああ、ステッキか。あ、で、カマエル出たら、そうか、カマエルって言ってましたもんね。そう、だし、なんか、英雄中使わなくてよかったなと思って、わざわざ。なんか、付け替えて、ミンだけにすればよかったなと思って。ああ。で、それも後悔したし、なんか、どうせ、赤石使うんだったら、アリスとかにすればよかったなと思って。めっちゃ後悔してる。めっちゃ後悔してる。いや、ほんとね。マジめっちゃ後悔してるから、今。めっちゃ後悔してるじゃん。マジめっちゃ後悔してるから。本当だから早かったな。早いよ、後悔、はい。俺のアーサーぐらいの速度で後悔しました。もう秒で後悔した。いや、マジアリスとかにすれば重心が、まあ、来る、まあ、ありそうっすよね。ガネーシャもなくはないけど。あ、そっかそっか、アリスがノーマルいける可能性があるってことか。あるから、そっちちょっと妥協して。めっ。やばい、属性ガチャじゃん。フレーム強化。完全にフレーム強化。フレーム。もう終わりだな。2分経ってない。やばいやばい。1分動画になっちゃう。で、確かに、ヒガチャが確かにこのタイミングで来るのが分かってたら、これまでちょっと待ってて引いて、いや、間違いない、ね。見てもよかったけどね。いや、マジカメラ出ないっすよね。ああ、静か御前だよね。静か御前むっちゃ持ってんだよな、うん、地味に。楽、もはや楽考えるやつですね。ここまでいくと。やばないですか ?30。20個補充ですか。シングルって。シングル。案外シングルですか。案外は、もう確かに。え、マジか。情報修正あるかもしれないですね。うん、カマエル出ないなぁ。カマエルマジきついイメージがあるなぁ。俺なんだかんだね、意外と引いてるんですよね。俺昨日も来てたよ、これ。昨日から来てた。はい。俺なんか20連ぐらいした気がする。あ、マジ？はい、なんだかんだで。まあさすがにね、明日がもう SAO なんで、うん、そうなんですよね、引く人は いないと思うけどね。そう、俺は星玉なんかちょっと上げとこうっていうんで、うん、どっちにしろ引いても変わんないから。結局艦隊出るまで引くんでね、うん、SAO はね。自分まだ覇者とかやってないから、覇者分で、まあ、覇者はね、半が見て、そう、まあ、どうせ SAO も引くだろうし、とりあえずコンプはしたいしね、うん、でかでかなんか手前にでかいな。あ、そうですか。引けてでかの方だと思った。てかやばくないですか、36で静か御前とメイちゃん、やばいな。マジレッドスターズじゃないですか。俺これ遊園でやんだよな、また。ちょっと遊園引こうと思ってるんで。あ、遊園でも遊園も自分引かないとな、うん、もう誰だ、あれ欲しいし、ラミも、ね、ラミ欲しいし、うん、でラミ増えていいっすよね、あれ。やばいな。はい、フォローもできない、やばさ。完全に星玉だったので、最後これ、行こう。あ、出た。ちょっとずれるやつ。吉永来い。これやばいんですよね。駅からヒルズぐらいまで歩いてくるときに、1個スポットあるじゃないですか。うん、そのスポットに、毎日ピン打って、うん、で、ヒルズに来て、ヒルズ行くから、うん、10分に2個引けるんですよね。引けるよね。毎回僕ら。うん、はい。でも、いまだに重心ができない。うん、出ない。あと、確かに。で、これなんか理想から3日 ?3 日目かぐらいだけど、うん、意外にね、学びのあれが なくて、自分全然他の。初日めっちゃあったんですけどね、なんかこの周り。やっぱないわ、うん。その自分が欲しいやつはないわ。あ、そう、あ、俺僕ん家の通り、大通りがあるんですけど、うん、大通り渡った向こう側に学びありました、今日。あ、マジ、はい。今日自分の近辺なかったから、うん、結局アンテナ通りもつけてない。で、今日はこれヒルズ水強とかだって、ちょうどでも早い、普通早い、早い普通から早いね、マジ確かにね、
これやっぱ意外にあれだね、本当運もかかってくるね。うん、アイスバレンシュタインいるじゃないですか。アイスバレンシュタインみたいなやついるじゃないですか、今回の、うん、あいつクリティカルなんですよね、うん、ラックスキル2倍ありかなと思ってました。ああ、てかそれとあとラス、うん、ラックスキルで試したいんだよね、うん、ノマクエでもそのガネーシャとかユークリだからどんぐらいの発動率になるのかなと思って。あ、確かにそれつけてるだけでね、一応パーセントもらえますもんね、うん、そうだ、うん、ラックスキルのやつもやりたい、うん、けどないないよね、ラックスキルマジないっすね。ラックスキルってなんだっけ、うん、運気だっけ、運気だよね、うん、運気運気だったっけ。あ、でも今日さちょっとずれない、初日さ需要のパワーみたいなないって言ったじゃないですか、スタミナパックのやつ、うん、あれマジないって言ったら2日目大量発生したんですよ、この辺。だからちょっとあるかもね、需要のパワー。確かに無課金な人はでかいからないっすね。はい、というわけで、まあ構える欲しい人はね引けましたとか、いやでも SO に来られて引きませんとか、重心玉これで出ましたとか、うん、もうスポットガチャで出ましたとか、あとやっぱり毎日変わりますねみたいな、うん、変わりますね、コメントよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。まあでも普通にピガチャ引かないわっていう人が多いと思うね、うん、そういったらチャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします。じゃあ今回もゲーム大ラジオ方からお送りしました。ライブロー構えでしょ、失礼しました、ありがとうございます、ありがとうございました。Thank you.